津山は西日本旅客鉄道がかつて津山線の岡山駅津山駅間で運転していた急行列車である。地図急行地図線の開業後津山線で運転されていた岡山駅鳥取駅間の急行砂丘が1997年に廃止され、すべて快速列車であることぶきに置き換えられる予定であったが、急行がなくなると、 地域のイメージダウンになると考えた津山市や地元の商工会からも反発を受け、砂丘の位置往復が急行列車として残されたもので、この列車が津山として岡山駅地図駅間で運転を開始したものである。快速、とぶきとは停車駅と所要時間の大差がないことに加え、晩年は車両も快速、普通列車用との共通運用であったために、 その際は、急行料金を徴収するか否かぐらいになった。2007年には、三好の廃止に伴い、JR 唯一の中高急行列車となったが、2009年春のダイヤ改正で、ことぶきに統合され廃止。これにより、JR から定期中高急行列車が消滅した。運転開始当初から廃止まで、岡山駅津山駅間で一往復運転されていた。 1997年11月29日の運転開始から1999年10月1日まで、岡山駅津山駅間は、急行列車津山駅地図駅間は、快速列車として運転されていたが、翌2日の改正で岡山駅津山駅間の運転に見直された。列車番号は9 0 1 d 9 2 d と、運転線区で変更がなかった。ただし、 津山線の起点は岡山駅であるが、実際は津山駅から岡山駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっていた。下りは号数プラス900の奇数で 901D、上りは号数プラス900の偶数で 92D であった。岡山駅、神奈川駅福渡駅湯気駅吉行駅、津山駅運転開始当初は、 半室グリーン車であるキロ波28型が連結された、キハ58系の3両編成で運転されていた。2003年10月からはキハ40系、キハ48系、またはキハ47型2両編成に置き換えられ、最高速度が従来の時速 85km から時速 95km に向上して、ダイヤ上の制約が解消されたが、これらは、 近郊列車用に設計された一般型機動車であり、急行列車にもかかわらず車内の座席が一部、ロングシートのセミクロスシートという、いわゆる遜色急行となって、廃止島で運行された。ありがとうございます。